サウスランド地方の位置、サウスランド地方はニュージーランドの南東最南端の地方。地方内に同名の地区もある。面積は28,681平方キロメートル。この地方の都市はインバーガーギル一つ。地区はサウスランド地区の他にゴアがある。もともとはオタゴ州の一部だったサウスランド州は、 1861年から1870年までニュージーランドの州であった。サウスランド州は財政難のためオタゴ州に再統合されたが、1876年にニュージーランドの州は全廃された。人口は約10万人。また国内では2番目に人口密度が低い。サウスランドは2つの国政選挙区に分けられる。地元選出の国会議員は、 ビル・イングリッシュとエリック・ロイである。両者は共に与党国民党に所属している。サウスランド広域自治体、サウスランド地区そしてインバー・カーギル市の各地方政府所在地はインバー・カーギルである。サウスランド地区にはウィントンとラムズデンの町とスチュアート当然域が含まれる。7860平方キロメートルの広さを誇るフィオルドランド国立公園がある。 また大部分が、ラキューラ国立公園として保護されているスチュアートとも、管轄下にある。観光収入は、サウスランド地方の経済の主要な要素となっており、2003年には3億6800万ニュージーランドドルの収入があった。このうち9200万ニュージーランドドルは、フィヨルドランド地域で払われた。ミルフォードサウンドトランスポート、イシューズオプションズ、 ありがとうございます。